さんこんにちは。柳川古文書館館長の田淵芳樹と申します。今回の動画は柳川裁縫400年記念特別展復活の大名立花宗茂を紹介するものとなります。令和2年2020年は元和6年11月に立花宗茂の柳川裁縫が決定して400年目の年にあたります。関ヶ原の戦いの後柳川城を開城し6年にわたる浪人生活、奥州南郷での14年を経て立花宗茂は約20年ぶりに柳川へと戻ってきました。今回の特別展では関ヶ原の戦いの後改易された大名のうち唯一元の領地に大名として復活した復活の大名立花宗茂の柳川裁縫後の活躍とその魅力を紹介するものです。本展覧会は柳川古文書館と立花家資料館が合同で開催するものです。この動画の前半で柳川古文書館会場、後半で立花家資料館会場の展示をご覧いただきます。どうかよろしくお願いいたします。さて、展覧会をご紹介する前に立花宗茂を知らないという皆様に簡単に立花宗茂をご紹介しましょう。立花宗茂は戦国時代末、豊後の大名大友家の家臣高橋常雲の嫡男として生まれ、同じく大友家の家臣で立花城を守る別鬼道説の養子となり、その娘銀千代を妻にしました。道説の死後、立花城を守っていた宗茂に薩摩の島津氏が攻めかかりますが撃退。秀吉は宗茂を九州の一門、九州一の武将と激賞し、九州国割の後柳川城主に任じました。大名立花宗茂の誕生です。宗茂は数々の戦いで武功を挙げますが、関ヶ原の戦いで西軍につき改易、浪人生活を経て奥州南郷の大名となり、そして元の領地柳川へと復帰します。宗茂は義を重んじ、戦場で負けたことのない武将と言われています。宗茂自身はそのことを誇らず、家臣領民を大事にし、裏表のない人物でした。そのため現代においても非常に人気のある戦国武将の一人です。関ヶ原の戦いの後6年に及ぶ浪人生活を送った立花宗茂ですが、二代将軍徳川秀忠の時に奥州南郷現福島県棚倉町で大名として復活します。石高は当初1万石、後に3万石となりました。大名として復帰した宗茂は将軍秀忠の直属の軍団に配属されていたようですが、この棚倉時代に起こったのが大阪の陣です。このうち大阪冬の陣では宗茂は将軍秀忠の旗本として行動しており、秀忠に軍事的助言をしたと伝えられています。また元和3年には秀忠のお話集となっています。さて、これまで立花宗茂宗茂と言ってきましたが、この棚倉で大名となった当初は立花利政と名乗っています。これは慶長11年11月11日付で当時利政と名乗っていた宗茂が家臣に対して発給した千行預け状で、現在数件しか確認されていない貴重なものです。その後立花宗茂覚書、これは慶長19年の大阪冬の陣の際に出された陣中法度ですが、ここでは利政から宗茂へと名前を変えています。この陣中法度は宗茂自筆のものとされています。
関ヶ原の戦いの後、筑後一国を領したのは田中義政ですが、元和6年8月にその子忠政が後継ぎのないまま没したため改易されます。まず宗茂に南筑後、次に有馬豊氏に北筑後、最後に三池郡の一部を宗茂の弟橘直次の子種継に与えられることが決まります。有馬領とは矢部川を境とすることが多く、そのため矢部川はお境川とも言われます。御領内絵図はこの裁縫後の柳川藩領を詳しく書いたもので、江戸時代初期荘保の国絵図作成に関連して作られました。豊臣時代の領地とは大きく変化しています。また矢部川の河口近くを見ると非常に蛇行しています。橙色に丸く描かれているのは古い川の流れです。この段階で直行化されていることがわかります。宗茂は13万石余であった関ヶ原以前の石高から減ること、奥州での家臣に加え加藤家に預けた旧臣を戻すため、田中家の旧臣をはじめとした新規召し抱えは行わない方針としました。もともと柳川城は戦国時代末に鎌地氏が築城した城で、宗茂も修築に着手していたようですが、最終的には田中義政によって柳川城とその城下町は本格的に修築されます。宗茂の再入城後は大幅な改変はなかったようですが、田中時代に現柳川橋付近にあった瀬高門を南に移築し町を新設したとされています。また宗茂は裁縫後すぐの元和7年に妻銀千代の菩提寺として両政寺を建立しました。両政寺絵図には本堂の北西に瓦塀に囲まれた御霊屋が描かれており、銀千代を祀っていたと考えられます。関ヶ原以前に宗茂を支えていた重臣のうち菰野正時親子は筑前に戻ります。トトキ、小野、由布、妬み、矢島の五家は大組頭として残ります。このうち宗茂の軽室を出した矢島家、そして普代の戸時一族のうち戸時摂津家が重用されます。特に戸時摂津家の台頭は注目され、父貫定とともに浪人奥州南郷時代の宗茂を支えた次男の惟康は最終的に大組頭2000石となります。浪人時代の宗茂を支えた者たちが裁縫後の家臣団の中心となったのです。改易後肥後加藤家に預けられていた家臣はこの裁縫時に多くが橘家に復帰します。柳川裁縫から寛永19年に没するまでの間、宗茂の柳川下校は4回しかありません。江戸在府中は2代将軍秀忠や3代将軍家光に近似し、各地へのおなり、また上洛に愚愚することも多かったようです。幕府との関係では大阪城手伝い武士なども課せられますが、宗茂にとって将軍秀忠、家光のお話衆として相伴することこそ一番大きな役割だったと言えます。寛永14年10月、島原で蜂起した一揆は廃城となっていた原城を本拠とし、天草の一揆勢とともに原城に立てこもります。島原の乱です。幕府は九州の大名の子息などを国元に下校させ、一揆の波及を防ぐよう命じます。橘家でも2代忠重が原城包囲に加わります。翌年正月元日の敗北を知った将軍家光は九州の諸大名に対して帰国し
一騎討伐にあたるよう命じます。宗茂は2月6日に着陣、忠茂の後方に陣を構えます。当時宗茂は72歳、大阪の陣以来実に23年ぶりの戦場でした。立花家には多くの島原の乱関係の絵図の中でもその詳細さと正確さが第一級と言われる島原御陣図が伝わっています。この御陣図は諸大名が原城を包囲した寛永15年2月から総攻撃の過程、落城後の状況まで描かれています。少し見ていきましょう。立花家の軍勢は絵図の中央やや左に縦長に描かれています。最前線には築山が築かれています。また小柱が建てられ、そこから鉄砲などで攻撃していたようです。図の上にはオランダ船が描かれています。原城を陸上海上からぐるりと包囲していました。また一騎鎮圧後に晒された首も描かれ、戦争の悲惨さを表しています。立花宗茂の人となりを宗茂と同時代に来た柳川藩の儒学者安藤誓庵が書いた立花選考録の抜文から見ていきましょう。ちょっと読んでみましょう。法の人となり温順寛厚、徳あれどもおごらず、法あれども誇らず、人を用いること己がごとくし、善に従うこと長るるがごとし、それ国を治むるや恩を立て信を結ぶ、ゆえにし皆先を争いて難に赴く、それ兵を用いるや規制変化転生にいず、ゆえに攻むれば必ず取り、戦えば必ず勝つ。その意味はこうです。立花宗茂公の人柄は穏やかで素直、寛大で温厚である。徳があるのにそれを思い上がることもなく、功績があるのにそれを誇ったりしない。部下を使うときは自分自身を扱うように丁寧で、善行は水が上から下に流れるように自然に行う。国を治める際にはまず恩を大事にし、みんなと信頼関係を結ぶ。だから部下たちは皆先を争って困難に立ち向かう。兵を用いる戦の時は奇襲や成功法を自在に変化させ、それはまさに生まれつきのものである。だから城を攻めれば必ず取り、戦えば必ず勝つのである。この安藤誓庵の立花選考録は宗茂の人となりがよくわかる文章です。特別展復活の大名立花宗茂の当館会場の展示を担当しました立花家資料館学芸員の坪内です。公益財団法人立花財団が運営する立花家資料館は、柳川藩主立花家に伝来したおよそ5000点もの大名道具と近代の伯爵家資料を収蔵しています。重要文化財大友家文書、立花家文書などの文書資料は柳川古文書館に寄託しご活用いただいています。宗茂にまつわる品々は藩祖を敬う機運から江戸時代から現代に至るまで大切に受け継がれてきました。宗茂ゆかりという表記をそのまま信じることはできませんが、どれも柳川藩主立花家では本物として伝来してきたものです。前半に紹介された文書類と比べると読み取ることができる情報は限られていますが、後半の当館会場では目の前に残る伝来品から
宗茂の魅力を再発見していただけるよう企画しています。宗茂ゆかりの刀剣、実の父高橋常雲から譲られた長光の剣と、義理の父別紀洞雪の愛用刀であった兼光の刀、これに脇差しを加えた三振りを宗茂は合戦や御用心の時に常に帯同したと伝えられています。宗茂が朝鮮出兵の際に持参した槍二振りは後に立花家の重宝とされ、参勤交代の際にはその時の柳川藩主と共に江戸と柳川の間を移動するようになっていました。宗茂と弓術、弓の名手と伝えられる宗茂、残された宗茂宛ての免許状や宗茂所用の竹弓の銘から壁流弓術を収めていたことがわかります。後の福岡藩初代藩主黒田長政を相手に弓と火縄銃の優劣を競い、弓を押す宗茂が勝ったために火縄銃を押していた長政から火縄銃名墨縄をもらったというエピソードが立花家において語り継がれてきました。宗茂と月、近似に銀の三日月をアシンメトリーに配置した軍船は、他の歴代柳川藩主が残している実月図軍船と比べると月のデザインにこだわりを感じます。また宗茂の兜の脇立ては立花家のお道具帳ではガチリンと記されます。戦場において太陽の光を反射して輝く様子が月に見立てられたのかもしれません。特に青年期の宗茂が着用したと伝えられる鉄脂肪革包みガチリン門最上道具足は、黒漆塗りの脇立てと鳥毛の後ろ立てがつく黒漆はけ目塗りの鉄ずなり兜、脂肪革で包んだ板ざねをふすべ革で素掛けに脅した最上道、黒漆塗りと金箔押しの革ざねを交互に配した伊予灰立てと、質実剛健な作りに黒金朱という華やかな色彩が配されています。胴回りは大ぶりで、宗茂はとても体格が良かったことが想像されます。この胴に朱漆で表された輪抜き門も兜の脇立てと同じ衣装であるガチリンです。肖像画が伝える宗茂の魅力。肖像画は私たちが立花宗茂をイメージする際の手がかりとなります。この2つの肖像画は共に宗茂の没後1年以内に制作されたものですが、図らずも宗茂の多面的な魅力を私たちに伝えてくれます。こちらの慶応義塾センチュリー赤尾コレクションが所蔵する肖像画は、現在立花家資料館が確認している宗茂肖像画の中で制作年代が最も古いものです。宗茂の没年月日となった寛永19年1642年11月25日に賛が書かれました。書いたのは宗茂が葬られた江戸の高徳寺の僧宅元宗秀です。肖像画の上部に記される賛には、描かれた人物を称賛する文章や漢詩和歌などが書かれています。絵師が不明な場合が多い肖像画では賛は重要な情報源となります。
武将の肖像画に禅宗の構想が着眼する例は珍しくありません。柳川の福厳寺が所蔵する肖像画の3は、宗茂の没後半年となる寛永20年5月25日に梅岳寺の僧建徹元良によって描かれました。梅岳寺とは宗茂の義理の父別鬼道雪の菩提寺であり、後に立花家の菩提寺となる大博州福厳寺の前身にあたります。肖像画の多くは追善や検証を目的とするため寺社に納められて、そこに伝来することはよくあります。福厳寺の肖像画については、寛永20年に家老の戸時惟康が宗茂の神影を写させ梅岳寺に寄進したという記録が残されています。描かれている宗茂は詩以上の正式な礼服である黒い束帯姿に、袈裟を簡略化したボタン唐草紋のラクスをかけた老年の威厳ある姿です。行陽門と祇園守門が丁寧に描き込まれ、まさに国元柳川の重臣が抱いていた宗茂の神影であると感じられます。慶応義塾センチュリー赤尾コレクションが所蔵する肖像画は、宗茂隠居後の江戸での側近であった木月重義により制作されました。制作時期は宗茂の生前もしくは没後すぐの可能性が高く、描かれている宗茂は76という享年に近い最晩年の姿でしょう。ちらほらと祇園守門が廃された浅木寺に束ねの指紋を散らした小袖の上に黒い炉の羽織を重ね、縦膝で座るくつろいだ格好の宗茂、左手に持つ裏が紅の黒ずきんと右足前に置かれた四竹の杖は、寛永16年1639年に江戸幕府三大将軍徳川家光から拝領したものです。江戸の側近が将軍からの信頼を誇りとする宗茂の姿を描かせたことが想像されます。藩主としての宗茂と将軍お話し衆としての宗茂、宗茂をよく知る柳川と江戸の家臣が残した肖像画2点は、驚くほど対照的でありながら、どちらも実際の宗茂の魅力を私たちに伝えてくれます。江戸時代に制作された宗茂の肖像画として現在当館が確認しているのは、この2点を含めて全6点あります。それぞれが伝えてくれる宗茂像により、私たちが持つ立花宗茂のイメージはますます豊かになることでしょう。